白木まりなです。セーラーウラウス役の高木直です。セーラーネプチューン役の浅見優香です。ここからは DVD 特典として普段お見せすることのないメイキング映像と素顔のキャストのコメントを特別にお見せしちゃいます。それではゴー。これはですね、チラシやパンフレット、グッズなどに使うための写真撮影をしています。はい、フライタキシードですね。何するんですか。神聖なバラで遊んでますねこの子は。本当にしていいんですか。ねえ、マリナは緊張するんですか、撮影というか写真を撮るときは。写真を撮るときは今回で3回目だったんで、まあ最初よりはリラックスしてやれました。あ、本当だ、はい、いい笑顔してますね。村井くんどこを見てるんですかね。腕疲れちゃった、ね、ちょっと疲れちゃった。ずっとね手上げてるからね、疲れちゃうね。ちょっと辛いですよ、このポーズは。これは、初めての本読みの風景ですね、はいはい、この時に台本が渡されて読むんですよね。そうなんです。緊張するんですよね。緊張して、もうなんか汗が手にこう染み出てきて。そうそう。本当。あと読めない漢字がってあったりするんだよね。あります。かなり焦りますよね。途中で止まったりとか言って。そうそう。ねえ。結構緊張するんですよね。そうなんですよ。ハッシュセイントクライって言われているので、そろそろ歌わなきゃっていう準備に入ってますよ、これは。すごい普通に言ってますけど、すごい緊張してるんですよ。あ、ここはですね、東京大泉にある東映の撮影所なんですけど、ここでいつもね、私たちは稽古をするわけで、稽古風景始まりました。あ、ななみちゃん出てきましたよ。疲れちゃってますね。笑顔。もう動けないって感じ。ねえ。うぬぼれてなきゃ。この日はですね、うぬぼれ少女何回ぐらいやりましたか、姫。20回ぐらいやりました。立て続けにやってたんですよね、この日はね。もうすごい汗で、何リットル汗かいただろうみたいな。取っとけばよかったね、汗。本当に測りたかったですね。セーラームーン月のうさぎ役の黒木まりなです。今汗びしょびしょで、すいません、稽古の後なんで。今回は10周年記念ということで、私もこのセーラームーンミュージカルに出れて本当に嬉しく思っています。10周年は新しいセーラー選手も入ってきたので、私ももう1年経つので、みんなをまとめて引っ張れるようにしたいと思います。皆さん見に来てくださいね。今回は、内部太陽系戦士の中で一番先輩になってしまいましたので、それでですね、炎のメッセンジャーという歌を、自分の歌を歌わせてもらえることになったので、その場面はやっぱりお客さんに見てもらいたいと思っています。楽しそうに笑ってますよ。もうなんかすごいやりすぎて疲れちゃったんだ。そっか。セーラービーナス愛の都役の渡辺美月です。セーラームーンに立つのは初めてなので、あんま関係ないんですけど、みんなと、楽しく、頑張りたいと思います。お客さんにいっぱい、感動を持って帰ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。セーラーマーキー水野亜美役の和歌山まなみです。よろしくお願いします。10周年に向けて頑張りたいことは、亜美ちゃんという役は知的で冷静な役なので、まなみは普段はそういう子じゃないんで、ちょっとバカでバカでちょっとおかしいとかみんなに言われるんで、いつも笑ってますもんね、キャッキャッキャッキャね。いつも叩き笑いね。素敵に、毎日過ごしてみようかなとも思います。ほら出た、ほら字が出た。あみちゃんに近づけたらいいなと思いますので、応援よろしくお願いします。ジュピター役の渡辺舞です。舞はね、急遽入ったのでね、ジュピター役が決まったんですけれども、一生懸命頑張ります。舞台は初めてなんですけど、
とかっこいいジュピターを演じられたらいいと思います。あんな可愛い一面があったんですね。まいちゃん、これはセーラーもですね、内部戦士だけでね、うん、どうですか、ちょっと今回は歌詞のアレンジが違ったようですが、歌詞が違ったんでやっぱり感情もちょっと違いましたね、変わってくる、はい、うん、セーラー浦の四天王遥役の高木奈緒です。今回10周年ということでですね、皆さんすごく気合が入ってます。そしてすごくいい作品になってますので、私はもしかしたら一番好きになるのではないかなと思う作品の一つです。あとですね、ファン感謝イベントでも、言いましたけれども、今回で私はスペースソードを置くということで悲しいよ。まだ今こう稽古をやってて実感は湧かないんですけど、うん、とりあえず与えられたことを一つ一つクリアにして最高のいいウラヌスを演じて卒業していきたいなという気持ちでいっぱいですので、ぜひ皆さん応援していてください。よろしくお願いします。バイバイ。セーラーネプチューン海王満ちる役の浅見優香です。こんな記念すべき10周年の公演に出させていただけるということですごく幸せに感じています。今回嵐が卒業するということなんですけども、すごくずっとやりたかったスーパーのシリーズなので、気合を入れて皆さんに楽しんでいただけるような作品を頑張って作っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。セーラープルート冥王刹那役のお母さん、もう私たちのお母さん的存在ですからね、ゆうこはね、頑張りたいと思います。いつもと違うフルートを楽しみにしていてください。セーラーサタン巴蛍役の中村ルリアです。今回ミュージカル初挑戦なんですけど、自分ができるもう精一杯の蛍ちゃんサタンを演じたいと思います。そうですね、今回蛍ちゃんは病弱な役で、すごいなんか元気がないんですけど、それを励ましてくれるちびさちゃんたちやセーラー戦士に負けないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ダメダメ、水木を鍛えないもう元気を抱くちびさ役ができるといいです。仲良かったですか？仲良かったですね。タキシード仮面千葉守役をやらせていただいております。浦井健二と申します。今回で、この夏で、セーラームーンミュージカルも10周年を迎えるということでですね、とにかく本当みんな気合入ってるんで、すごくいい作品になると思います。なので、よろしくお願いします。森翔さん行ってきます。僕は行きません。こんなことして遊んでたんだね。この汗をちゃんと取っといてもらえない。こんな汗してます。こんな汗して。おでこ見せちゃいました。でこデビューですよ。打撲のがいけてると思うんですよね。このカップルのがいいと思うんですよね。そんなこと言っちゃ申し訳ないね。あの人、あのへばってる人に。いたね。才能人になんか。ねえ。ねぐちゃんどうしたんでしょう、泣いてるんですかね。泣いてる、私いじめてないよ先輩。いじめてないよ、辛いです。嘘ですよ、汗が目に入りました。よかったね。よかった。まいちゃん、はい、どういうことか、かったから蛍ちゃん出て、いいよって言われちゃった。星野慎太郎飛びます。星野慎太郎役の面白かったですよね、うん、雪村さんです。バキ、メガネ壊してしまいましたね。これ何回かありましたよね。もう何度折れたことかって言いたくなりましたね。池村さんにはもう笑わかされてばかりでした。本当に面白かったです ね。こうやって約1ヶ月間、まあ、大変な時もあればこんな風に楽しくやって、そして本番を迎えることになります。なります。7月21日から始まった2002年の夏公演は埼玉県戸田市文化会館を皮切りに、10周年記念に合わせて全国10カ所回ってきました。埼玉、仙台、東京、神戸、岡山、福岡、長崎、名古屋、浜松、そして10カ所目最後は横浜。大勢の方にご来場していただき誠に嬉しい限りです。たくさんの思い出ができました。これからもミュージカルセーラームーン
よろしくお願いします。それでは